はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。ボクシング世界王者朝倉未来嫌いについてです。なんと世界ボクシング王者の内藤大助選手が YouTube 動画を上げてみました。朝倉のみっくん VS メイウェザーが 99.999% 勝てないと誰でも知ってることを動画にしていました。おそらく相当朝倉のみっくんが嫌いなのでしょう。イケメン好きかもしれません。次のニュースです。パッキャオゴミと〇〇マッチについてです。ライジンの榊原代表がパッキャオと会っていました。以前にもパッキャオの刺客ということで格闘家を送り込んだものの、パッキャオのことを見たこともないという格闘家でした。今回もまた適当なニュースを流すのでしょう。おそらくゴミ高則選手とのしょうもないエキシビジョンマッチをやりたいのだと思います。しかし断られ、またまたパッキャオの刺客とゴミ選手がエキシビジョンマッチするでしょう。次のニュースです。中川翔子、朝倉未来に苦言についてです。おっぱいおばさん、中川翔子たんが、容姿痩せるぜ、と、マックのメニューを載せていました。これは朝倉のトップチームの白川ダークポテトへの宣戦布告とともに、ハワイアンデムの朝倉未来に苦言を呈しているのでしょう。全面戦争が行われるかもしれません。勝手にしてください。次のニュースです。萩原恭平、ブラジルへ謝罪についてです。我らの萩原の恭平選手がブラジルに旅立ちました。おそらく3回も試合を流されたフェリペ・キンタマーニに謝罪旅行に行くのではないでしょうか。頑張ってください。次のニュースです。平本蓮、朝倉未来に宣戦布告です。平本の蓮くんがライジンコンフェッションで、成金サングラスをぶっ飛ばして、そこでビッグマネーを稼いで、アメリカ進出していくと、本当に朝倉のみっくんと試合がしたいみたいです。もちろん勝つでしょう。次のニュースです。井上直樹引退決意についてです。日本語の不自由な我らの直樹っ気ですが、なんと膝を痛めた影響か、格闘家を辞め、マリオンアパレルのスタッフになるようです。頑張って研修していました。ただ、コミュニケーション力がないので、クビでしょう。次のニュースです。格闘クイズ正解発表についてです。巨額詐欺美魔女議員の運営するジム所属ファイターですが、すべて再開です。子供ホスト有志、六本木クラブセキュリティにすぐる、パンパース顔のスタリオ強し、すべてポテンシャル所属でした。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。